あったあった。なん残かいっつもとこくんなね。感じだよ。ほんと？俺これオンラインでやって初めて前駆者と山賊初めて見たもん。うわ、一番懐かしい。市場は使ってた。このなんか器用貧乏感あふれるカードな。まあ、なんか微妙だな、今回。普段系か。微もう妙カーだド数ね。で。ああ。使い方変わるな、これは。前駆者、これどうしようかな。これえあ、ぐむいずいこな。れ。これむずいな。おもろくないっていうか、このデッキ。ん？なんだこれ。むずい。なんだこれ。おもろいな。ああ。オッケー。決めた。じゃあ行くか。とりあえい。えず。そこ順番入れ替わったんだ。ね、俺が2位だったからか。なるほどね。雑魚が最下位に回されたのね。俺はそこまで言ってないよ。れ言ってなかったか。そこまで言ってないっすよ。じゃあ俺ちょっと今言い過ぎた。言い過ちょっとぎ言い過た。ぎたかも。言い過ぎた。じゃあごめん。見たことないカードは使ってみるしかないよな。そうな。で、これえぐくない？この勝負。泥仕合になりそう。どうすんのが正解なんだろうな、これ。マジでどうすんのが正解かわからんな。難しい。残念だってね。そういう時もあるよな。翔太郎がこのさっき家臣でやらかしてるの見ちゃったからな。昔の方が良かったけど、わりかし。この歯車マークって何なんだろう。オートメイト、ハウユープレイディスカード。しても良い。これな、それな、あ、強い。強いね。それ強いな。おっちゃんだもんな、それな。これ、どうやって見るんだ？入れとくかな。2枚入れたら確定ってことだよね。置き場のカードをすべて。そうや、わ2かんない枚な。入れたらありだよな。え？あ、1分かんないな。金？どうあ、す違るうのか。か。4金か。いや、それもね、考える。
よっかなぁ。そっか。マジ早い。何したかわかんねえ。アニメーションを早くす遅くするみたいなのあるかな、ないな。一金か。普通か高速。今普通こう普通なのに早いのか。あもうやることは決まってるからね。五金金六金。五金か。俺のと俺の。何があった今。俺のステフだどこ。満足。ステフだ見れんのこれ。ステフだの右のトラッシュの隣にあればね、それが。あ、びっくりした。ああ、微妙。ちょっと待って、なんか変なの落ちた。エッジ。そっか。俺抜けちゃった大丈夫、1ヶ月はいられ待つから大丈夫だって。手置き場のカードをすべき。あ、どこだレギュラーを取る。これディスコードって見れないんだっけ？すげえ。ディスコード。どうか戻したな。それ見えるんだ。改築早くね。なるほど。行く。いや改築はマジで考えるよな。改築。わかんねえ。何したかったのかわかんねえ。俺の前駆者のカードの意味が。え？え？捨て札置き場のカードをすべて見るなのに、捨て札置き場のカードを全部見れねえんだけど、これ。今1枚しかなかったかじゃない。1枚しかなかったからか。そんな場面あるか？でもいないか。いや、なくはねえか。なんか、わかんねえんだけど。そうか、山捨て札は見ることもカードの効果か。そうか、そうなのか。なんで今廃棄できた？何をした今。改築か。改築しやした。改築あるよな。何が俺のしかしたかったことが分かんなくなっちゃった。何が言ってた？分かんなくなっちゃった。何だからダンダンドンドン。何だからね、ダンドンドン。これ多分さっきの試合より長引くとは思うんだけどな。うん。そうすると決め時がわからんな、マジで。今んとこデッキのバランスも分かってない。今回、廃棄あんまできないからね。てかそう、自分で廃棄のバランス取りきれないのもやばい。いや、それ届かないもんな。でも、デッキも回らんしな。うん。議事堂とか書庫買えば、まあ引いてってって感じだね。ああ間違えた。あ戻せない。募金？7金か。
市場な。いや、回すには、どうなんだろう、わかんねえ。これさ、前駆者3枚ぐらい入れたらさ、一生その人のターンになる。どうかい？前駆者を使って、あ、ダメか。その使った瞬間別にそこに行くわけじゃねえか。ね、違うか。うん。帰ってきたな。おかえり。むくんだな、体。ん？落ちた。市場クソほどなくなってんのやべえな。こんなに市場みんな買ってんの？市場買ってんね。買いすぎだろ。なんだっけ、堀あったね。堀って何のものだっけ、何かできんだっけ。どっけ、堀ってなんだっけね。なんか2枚どうのこうのみたいな、なんか手札交換系じゃなかったっけ。いや、なんかあのガードできる能力があるんだけど、そもそもなんかその攻撃的カードがその俺たちの基本デッキ、基本カードには対してなくて、ほぼ役に立たなかったっていう。オタク何を改築する。どうかを改築して、どうか金貸しが金貸し？おかえりなさい。おかえりー。おかえりなさい。おかえりー。え？おいで。おいで。おかえりー。はい。すいません。どうしよう。ルイ、もうちょっと待ってねー。試合が終わんねんだ。戦いがよ。六金か。五金。六七。ああ。
ワンアクション、ワンバイ、ワン。なんだっけ、ABC の C ってなんだっけ。あ、買った。なんだっけ。やってやりたいことできるわ、これ。え？ん？ワンアクション、ワンバイ、なんだっけ？ねえ、翔太郎、なんだっけ？何が？ワンアクション、なんか ABC で表すはず。アクション、バイ。わかんない。あ、チェック。ワンチェックってなんだよ。こうしてえ、いるいるこれ、戻ってこないあ、なんでこれ戻ってこない、トラッシュから何が全部したら場にいるからどういうことギリギリの戦いしてんな、これ。どうかわかんない。どか。早っ。え、早っ。何今の。全部金だった、手札。秒で終わった。秒で終わった。うん。ショタッカーが赤くなった。あ、こいつ金貨を改築しやがった。いいね。金貨を改築して続収ってなんだ。後半の動きだね。うーん、ゴールする人の動きを。うん。足りない。ません。チリンチリンチリン。おい、どんだけ持ってんだよ。一番一番一番。やばすぎ。それで4コインあるのやばくね。お前、5バイも使えねえだろ。使えないね。どうかとか呪い買わねえと消化できねえぞ。どうしよっかな。聞いてくるはずだと思うんだけど聞いてこないですかね。これで2人がさ、その山賊に手出さなかったら何？あの大人だから。うん。大人だからなんですか。そうですね。なるほどね。え、俺だけ子供だから手出したってことですか。そうですね。あ。なるほどっす。よっ。えぐ。今、金貨を改築して金貨に、あ、金貸しを取ったんじゃんか。あ、こいつも市場あるなぁ。あ、あ、あ、すごい、もう7コイン。あ、12。あ、やばい。12?換気した方がいいよ、この部屋。湿気？おお。静かに帰ってきた。これ見る？今やりした。これやばい、やばいかも。なんか聞こえる。にゃんちゅうだね。にゃん
なんじゃ。やばい。ヤンジューの声真似すると喉が死ぬや。微妙なラインすぎるね。上。さすがに。はい、ちょっと。チラ改築したの。あ、前駆者だね。フリそこであいつに食べれないあ、負けた。あーざー惜しい。あらやぶねー、もうトットだったな。ああ、と一旦足なかった、いやギリギリ勝てましたね。ちょっと追いつかれそうだったけど、なんとかいけたな。最後の最後にうまくいったな。山賊の効果が効果あったのかいまいちなんとも言えんかったな。うん、分かんなかった。家臣とさ、家臣買ったら地獄なんだろうけど、うん、山賊周りにねプラスがメリットがねどうなんかな、どこまで響いてんのかなって感じ。分かんなかったよな。うん、ともだったな。これ、そう最後にうまくいったな、この家臣のコンボ、前駆者家臣のコンボ。なんかよく分かんなくてさ、前駆者使ってカード一番上に置いて家臣使ってそのカードめくってきて、なるほどな、なるほどな。イメージだったんだけどさ、さっき墓地に送ったのにカード戻せねえみたいなことが何回かあって、前駆者。なんでみたいな。解決せず。最近なんかよくわかんない。最後の最後はうまくいった。あの、12コインで2個。えぐかった時な。えぐかった時。あれはね、めっちゃうまくいったんだけど。なるほどね。それが序盤からやりたかったんだけどさ。そういうのをね、翔太郎は共有せずに黙って一人でやろうとするよね。まあ、戦略ってそういうもんだな。そして、そっから、改築戻してみたいな。はいはいはい。あ、金貸しだっけ？改築だっけ？え、よかったね。うん。ってやってたんだけど。うまくハマってた、そこは確かに。